はジェラルド・ゴールドさんとはですね、約束事が僕ありまして、魔界クラブの一員になるような構成があったんですね。でなぜなら村上和成の師匠なんですよ。で村上和成が非常にそのゴールドさんに支持してました。いつかは呼びたいっていうのがあったんですけど、ちょうどエンセンさんがまた出てきてましたから、これは昔の因縁もあるから、この二人で、今いきなりそのエンセンさんにゴールドっていうのもあれなんで、まあ、内緒にしてて隠してきて、まあ、リング上でびっくりさせてあげようかなというような、エンセン井上に対するあの僕のプレゼントなんですけどね。第5試合、30分一本勝負を行います。青コーナー、180cm、100kg、エンセン、井上。その拳に狼の狂気は宿る、エンセン井上。赤コーナー、198cm、100kg、ジェラルド・ゴールド。ビッグマウスラウド指定選手、ジェラルド・ゴールド。場内騒然です。なんとゴールドを右ハイ。山崎さん、はい、とにかく驚きましたゴールドの登場です。いや、そしてあのハイですよね。いきなり出ました。完全にエンセンの方はこれ目をつかれましたね。そうですね、あのまさかという相手、そしてまさかというハイキック。いや、エンセン場外に転げ落ちています。立ち上がれるか。いや、少し時間が かかりそうです。ゴールドは今道着をゆっくり上半身脱ぎました。エンセンも T シャツを投げ捨てた。いや、エンセンのこの目が怖い。ローキックの打ち合いです。とにかくエンセンの対戦相手は事前直前までこのリングインまで発表されていませんでした。山崎さん、ゴールドと言いますと数々の思い出もちろんあると思います。そうですね、やはりあの前田ゴールド戦というのが一番僕には、はい、記憶に残ってますけれども。有明ですか、あれは。そうですね、いくつになったんでしょうね。いやー、パチ、はい、あの何歳になったか分かりませんけど、冷たい感じのね、はい、この、 あの冷酷な感じはもう全然変わりませんね。全く目の色が変わりません。いや、エンセンのその狂気がここで燃え上がるか。バックマウントからのパンチです。そして腕ひしぎ、これは決まるか決まるか。いや、今の山崎さん、いや、これだ、顔面じゃないですか、サミング。いや、バーリートゥードジャパンであの中井裕樹氏の、はい、いや、目を取り返しのつかない非常にまで追い込んだあのサミングです。この体勢からパンチ、腕を伸ばした、決まりましたよ。山崎さん、もう決まりましたという言葉があった通りそう見えたんですが、いや、いい感じだったんですけどね。ゴールドが長い足をミアロープまで伸ばしました。ロープブレイクがなっています。元サバットの世界王者です。前蹴り。山崎さん、はい、とにかくこのゴールドの長身、リーチ、長いコンパス、はい、エンセンは苦しみますね。そうですね、ですから立ち技ですとどうしてもあの距離がありますのでね、はい、こういう寝技、あの関節技でいくといいんじゃないかなと思いますけど、これも今右の腕でゴールドがなんとかエンセンの手首を掴んでいます。ホールドしていますが、これをほどけばエンセン腕を固めることができます。いや、しかしこう見ていても山、ああ、伸びて